皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。本日は2024年6月の14日金曜日でございます。気温は25度。それは暑いですよ。やっぱり25度ともなりますと、もう僕はじっとり汗ばみますよ。そう言わせていただきたいと思います。そして僕はちょっと無駄話をしている時間はございません。本日とっても、はい、ボリュームたっぷりなお便りをいただけましたので、そのお便りのご紹介もありますし、しかも YouTube へもコメントをいただけてますからね。そうなんです。 YouTube ではそのお便りに入りきらなかった内容が、はい、お書きになられていらっしゃるはずでしたが、しかしそれでもちょっとうまく投稿ができなかったということで、なんと X でもいただけてますからね。ということでございまして、そうなんです、お便りに入りきれなかった内容は、はい、X でジャムキッチンの X でもリポストさせていただいております。ですからそのリポスト先をご覧になってみてくださいませ。はい、どういった内容かと申しますと、もう僕は季節の分かれ目を表す、そのなんて言うんですか、もうその春分とか秋分とかそういうものってなんだかまとまりがないよねみたいなことをお話ししたご回答をさまざまいただけております。はい、それがいただけましたのが、くださいましたのが、かなでりんさんでございます。改めましてかなでりんさん、はい、もういっぱいいっぱいコンタクトを取ってくださってありがとうございます。とっても嬉しいばかりでございます。もう調べなさるのすっごい大変でした。正にもうちょっとカミカミでしたが、はい、調べましたの、ものすごい大変だったでしょうにって僕は思いますね。ですからもうそうしてお調べくださったことがありがたいばかりでございます。そして X へのコメントは、はい、A さんからもいただいております。 A さん、 X へのコメントありがとうございます。お名前言っちゃってもいいんですか。相沢さんでございます。もう言っちゃいました。そしてそうなんです、僕漢字が難しくて読めないのですが、クラトさんでいいんですか。それで合ってます。すみませんね、お名前出しちゃって。もう X へのコメントはやっぱりジャムキッチンの、はい、X でリポストさせていただいておりますので、ぜひとも気になります方はご覧になっていただけますと幸いです。そういうことでございまして、いっぱいいっぱいご反応をいただきました。もう本当に皆様ありがとうございます。そのことでございまして、改めて言わせていただきます。リンさん、相沢さん、もう X などのコメントありがとうございます。そういうことでございまして、もう本日いただいちゃっているお便りがどなた様かもうお分かりになっちゃいましたよね。すみません、先にそういうことが分かっちゃいまして、じゃあもう早速読ませていただきたいと思います。はい、じゃあまず一応やっぱり儀式的にペンネームから言わせていただきますね。いきますよ。じゃん、ペンネーム
奏でりんさんよりいただきました。奏でりんさん、いっぱいいっぱいコメントにメッセージにとありがとうね。お調べくださるの大変でしたでしょうから、ということでございまして、はい、本日も奏でりんさんことりんさんよりいただけました。もう嬉しいばかりでございます。じゃあどういった内容っていうところでございますので、その詳細をご覧になる前に、まずは昨日の放送もご覧になってみてくださいね。そのネタバレとなってしまいますからね。ですから昨日の放送は必見ということでございまして、昨日の放送をどうぞ。はい、では読ませていただきます。いきますよ。じゃん、こんばんにちは。ああもうりんさんこんばんにちは。ああ今びっくりしました。はい、リアクションをちょっと間違えてしまいました。そういう時もありますよね。そういう時も、もう本日もどうかよろしくお願いいたします。僕は読み違えちゃわないかがとっても心配です。それぐらいあのボリュームたっぷりの本日の内容でございますから、丁寧に読みましょうね。そうなんです、落ち着いて、はい、落ち着いていきます。ちょっと落ち着きました。はい、では失敗しないように、そしてわかりやすく読ませていただきたいと思います。じゃん、今日も配信お疲れ様です。失敗してもリス君は可愛いので天才です。最高、可愛いは正義。家事のことですが、パートナーは仕事に忙しいので私がほぼしてます。子供をあやしたり、お風呂くらいに入れてくれたりは時々してくれるので、まあトントンかなって感じです。保育園にも行ってますしね。保育園様々です。アイスネックリング買ったんですね。とってもいいですね。この価格帯ですし、少しでも冷えるならそれでいいかなって思ってます。私も早く買いたいです。この放送が投稿される時間くらいには購入ボタンをポチーしてると思います。感想また聞かせてくださいませ。夏至か冬至が花粉の日とか冬分の日に当たると思います。でも祝日ではないんですよね。以下ちほにゃ袋にて引用します。祝日かどうかは国が休みにして効果があるかどうかで決めます。遊びに行って経済的に盛り上がるために長期のお盆、お正月を入れました。間にちっちゃい休みを入れたところで生産を下げてお金を使って遊びに行くのは効率が悪い。だからお盆とお正月に集中して遊びに行ってもらいたい。その前にボーナスもつけることを提案したとのことです。春分の日、秋分の日がなぜ祝日になったのかはちょっと長かったので、 YouTube のコメント欄にリンクを載せておきますね。最後にストレス発散方法のことなのですが、リス君はゲームするのが好きなんですね。私はご想像の通りゲームはあまりしません。全くしないわけではないですけど、対人ゲームとかは苦手です。最近やってたのは
携帯アプリだとノベルゲーム某聖杯戦争とか、ホニャ S5 だと某仮面アクションゲームとかでした。あとはアニメとか見るのも結構好きです。なんだかインドアの極みみたいなことになってますが、人と関わることが苦手なのでこうなるのも当然かもしれません。長文になってすみません。読むのしんどくなっちゃったりしないか心配ですが、頑張って読んでくれてありがとうございます。今日も一日リス君にとっていい日になりますように、との内容をいただけましたよ。もう本当にありがとうございます。いっぱいいっぱい僕の疑問にお答えくださりましてありがたいばかりでございます。そうなんですよね。もうその本当に僕がいっぱいいっぱいいろいろ投げかけることによって、もうかなでさんの方でも、リンさんの方でも、もうこれもお答えしなきゃ、これも答えなきゃ、これも答えなきゃみたいになっちゃいますよね。すみませんね、いっぱいいっぱい疑問持っちゃいまして。でもそうして言葉の投げかけ合いをできるのはとってもとっても僕は幸せですから、そう言わせていただきます。とのことでして、皆さんお分かりになられました？そうなんです、難しかったですかね。どうですか。はい、まあでもはい、もうちょっとずつ冒頭からちょっと振り返ってみましょう。まずは、はい、そうなんです、今日も配信お疲れ様ですとのことですよ。もうありがたいばかりでございます。こちらこそ本当にご覧になるお時間もいっぱい使いますし、お調べになってくださる時間もいっぱい使っちゃいますしで、もう本当に頭が上がりません。リンさんはそうしてちゃんとお答えくださる優しいお方だということを強く強く感じます。はい、そしてはい、失敗してもリス君は可愛いので天才です、最高、可愛いは正義とのことをいただけましたよ。もうテレってなっちゃいます。テレって、はい、わみたいになっちゃいますよ。もう可愛いって言ってくださいまして、もうありがとうございます。改めてそういうようにズバンって言われてしまいますと、僕はキャッってなってしまいました。はい、やっぱりなんか照れちゃいますね。ありがとうございます。でもとってもとっても嬉しいです。そして天才まで言っちゃってくださる方がいらっしゃるっていうことに僕は感動すらございます。もう本当に僕はもういろんな知識がないですからね。ですから天才って言われたことないです。ですのでそういう風に言ってくださいまして、なんだかアゲアゲになっちゃいましたとのことでございまして、もう本当にただただ感謝に、はい、感謝に頭が上がらないばかりでございました。そしてはい、来ましたよ。家事のことですが、パートナーは仕事に忙しいので私がほぼしてます。はー、なんてこったー、やっぱりこのジャポンっていう国柄ですかー。そういう風に思っちゃいますよね。はい、だってそうなんですよ。パートナーさんといいますか、男性さんでも育休を取る
ていうのはもっとやっていった方がいいみたいなことが推奨されてますよね。そういうような噂は聞いております。そしてジャポンっていう国があんまりそういうことに先進的じゃないっていうところもなんとなく噂は聞いてます。ですからそうですか。でもですよ。はい、そうなんです。子供をあやしたりお風呂くらいに入れてくれたりは時々してくれるので、まあトントンかなって感じです。ということでございますよ。トントンっていう風にお感じになっていただけていたのはちょっと僕は安心いたしました。もう全然やってくれないから不満ってなっちゃっていたらそれストレスになっちゃいますからね。トントンって思った方がストレスがこう負荷にならなくて、それはリンさん自身のためでもあるかなって思いました。でももうちょっとやってほしいなっていうのはありますかね。どうなんですかね。このジャポンという国がそういうところ良くないですからねと、やっぱりちょっと国のせいにしちゃいました。すみませんね、国のせいにしちゃいまして。はい、パートナーさんには悪くないっていうところをちょっと言わせていただきたいと思います。そういう風に感じていただいた方が喧嘩とかがなくて済みますからね。そういうように思いました。そして保育園も行ってますしね、保育園にも行ってますしね、保育園様々ですとのことでございまして、そうですか、保育園様々、そして保育園の先生の皆様本当にありがとうございます。もう本当にもう蝶よ花よと育ててくださいましてということを言わせていただきたいと思います。僕もなんとなく、はい、そのリンさんの感謝のお気持ちを言葉にもっとさせていただきました。はい、そういうことでございまして、そうですか、もうそのお忙しい中で、はい、家事が、はい、ちょっとでも楽になる手段があるのでしたならば、それはそれでやっぱり使うべきですよね。はい、そうですそうです、そうは思います。ですから、しかも保育園って楽しいですからね。はい、友達もできますし、友達との関係性も学べますし、そういうところを幼い頃から、はい、もう体験していると、僕みたいにこんな風になることなりませんよ。あー、なんだか人と話すの大変だな、ちょっと社会に入っていきたくないな、みたいにならなくて済みますからね。そういうようには思いました。幼い頃からそういうことの経験大切です、とのことでございまして、そうなんですよ、僕はすっごい幼い頃、保育園じゃなくておばあちゃんのお家にいたんです。ですからそれがもしかしてちょっとキーポイントになってるかなっていうのもあります。そうなんです、そうなんです。もしも保育園に行っていたのでしたならば、もしかしたらもっと社交的になっていたかもしれません。どうなんですかね、そこら辺気になりますよね。どうなんだろう、そういうのって関係あるのかな。もうなんて言うんですか、なんとかのなんとか100までとかいう言葉ありませんでした。幼い頃に経験したのはもう何歳になってもそれがなんか残ってるみたいな、そういう言葉ありましたよね。なんとかのなんとか100までみたいな、はい、ちょっとわからなくなっちゃいました。忘れちゃいましたので僕に教えてくださいってこういう風に言っていたら、もうまたまた本当にあれですよ、ご負担になっちゃいますよ。でもいろいろ投げかけさせていただきます。はい、
そしてそしてです、今度は今度はアイスネックリング買ったんですね。とってもいいですね。この価格帯ですし、少しでも冷えるならそれでもいいかなって思ってます。私も早く買いたいです、ということでございまして、もう先にあれですよ、僕が試してからにされてくださいませ。試してからにじゃないと本当に大丈夫ですか。もうでも試して、まあでもどうなんですかね。でもそうなんです、もう書かれていらっしゃいますから。そうなんです、この放送が投稿される時間くらいには購入ボタンポチしてると思います。感想また聞かせてくださいませ、とのことでございまして、もうポチですよ。はい、もうどうなんですかね。そしてお安くお買い求めでございましょうかね。おいくら値段だったのかは知りたいところでございます。そして高いものは本当に8000円近くもありましたから、もうそれらどうなんでしょうかね。機能的に何か違うのか知りたいものでございます、とのことでございまして、はい、アイスネックリング、もうはい、早く使ってみたいなって思います。特に僕今めちゃくちゃ暑いです。めちゃくちゃ暑いですよ。ですからこういう時にこそアイスネックリングがあったら助かったのになっていうのを思いますね。ですから、もうちょっと早く頼めばよかったみたいに思いますよ。でももしかしたら郵便受けにもう来てるかもしれないんです。そうなんです。でも僕郵便受けに行くのがすごい億劫なんです。すみません、そんなこと言っちゃって。そうなんですよ、郵便受けというか宅配ボックスですね。宅配ボックスに入っているかもしれませんが、そこまで行くのが面倒っちいなんです。もうすみません、そんなこと言っちゃって。でも見に行きます、もうこの後見に行きます、とのことでして、はい、そういうことでございまして、アイスネックリングまたデビューいたしますね。はい、お楽しみにお待ちくださいませ。むしろでも、もしもお使いになったのがリンさんが先でしたならば、リンさんも教えてくださいね。はい、そういうことでございまして、そしていよいよ来ます。はい、もうはい、季節の分かれ目の問題でございます。それが夏至か冬至が花粉の日とか冬分の日に当たると思います。でも祝日ではないんですよね、ということでございますよ。そうなんでございます。でもやっぱりもうなんで言い方を統一してくれないのっていうところはどうしても引っかかっちゃいますよね。はい、夏至と冬至、それがその花粉や冬分にあたるっていうことでございまして、改めて理解できました。言い方違うの気になります。でも言い方違うのはもう最初に言った人のもう言ったもの勝ちですよね。それは思います。ですから最初につけた人ってもうちょっとそうなんですよ、どうなんですか、最初に考えた方、最初に考えた方はちょっと何かでもあったんでしょうね。何かがあったわけですよ。何かがもう微妙な話し方で申し訳ありません。なんて言いましょうか、やっぱりこう作った方は作った方なりのなんかルールがあったんでございましょうね。それをすっごい気になっちゃったりはいたします。そしてそのさらに真相に迫ります。それがまず以下
ちほにゃ袋にて引用します。祝日かどうかは国が休みにして効果があるかどうかで決めます。遊びに行って経済的に盛り上がるために長期のお盆、お正月を入れました。間にちっちゃい休みを入れたところで生産を下げてお金を使って遊びに行くのは法律が悪い。だからお盆とお正月に集中して遊びに行ってもらい、その前にボーナスもつけることを提案したとのことです。休みっていうことの、なんで休みっていうものが定義されているかっていうことのそのお答えですね。なるほどなるほど、そういうことでございますか。長期の方がお金をちゃんと使ってくれる、そういうことを考えてボーナスも含めできて、そして長期の休みもできた。なるほどでございます。そういうことなんでございますね、とのことです。ということでございます。そしてそうなんです、さらにじゃあそうなんです、なんで祝日ではないかっていうところはそれはそれで解決したんですが、じゃあ春分の日と秋分の日はなんで祝日になったのっていうところに引っかかりますよね。それでも祝日になったのはなぜか、それが、はい、春分の日、秋分の日がなぜ祝日になったかのは、なったのかは、ちょっと長かったので、YouTube のコメント欄にリンクを載せておきますね。とのことでございましたが、それがうまくちょっとリンクが貼れなかったので、そうなんです。ですから、X でリポストさせていただいておりますので、ぜひとも、ジャムキッチンのリポストをたどってみてくださいませ。するとリンさんのそのリンクが貼られていらっしゃいます。はい、そこに、はい、書かれてありました、しっかりと。はい、まあ僕が簡単に理解した分で言いますと、そうですね、もうお盆、はい、お盆っていうのは親しみがすごいあるじゃないですか。お盆っていうのはそれが秋分と春分にあるじゃございませんか。はい、それを含めてそれに祭事が、はい、それの祭事があったので、はい、宮廷での祭事があったので、それを祝日と定めたみたいなことに書かれてありましたよね。なんとなくは理解できました。はい、まあなんとなくと言いますか、はっきりとは理解できましたが、僕の説明の仕方がとっても下手なんです。ですからもうそこはしっかりとリンさんの貼ってくださったリンク先をご覧になってくださいませ。よろしくお願いいたします。とのことでございまして、はい、もう春分の日、秋分の日、その謎がもう解明されたかと思いますね。そうは思いました、とのことでして、お調べくださり誠にありがとうございます。そしてさらにはございますよ、さらには最後にストレス発散方法のことですが、リス君はゲームをするのが好きなんですね。私はご想像の通りゲームはあまりしません。全くしないというわけではないですけど、対人ゲームとかは苦手です。最近やっていたのは携帯アプリだとノベルゲーム某聖杯戦争とか、ホニャ S5 だと某仮面アクションゲームとかでした。っていうことでございまして、ホニャ S5 をお持ちですか。はい、そうですか。僕も実はリスのくせにって言われるかもしれませんが、持ってます。持ってるけど
起動を1回しただけです。それ以降全く一切使っておりません。宝の持ち腐れです。リスニホニャ S5 です。ということでございまして、1回も遊んでないんですよ。1回も。そうなんです、そうなんです。すっごい入手し困難な時に入手したのに1回も遊べてないんですよ。せっかく抽選で当たったのに。なのになのに遊べていないんです。もう僕は本当は遊びたいですよ。とってもものすごい遊びたいです。でももう本当にそうですよ、もう時間に追われちゃってるんです。もうエブリデイエブリデイこの放送もありますしね。そういうことでございまして、遊びたいなって思ってます。でもあれですね、僕やっぱりご想像って自分に言っちゃいましたけども、想像通りそうなんですね、あまり遊ばれないんですね。それは思いました。でもそうなんですよ、パートナーさんは遊ばれる方というような噂はなんとなく、はい、聞き及んでますので、クマよりですので、はい、そこがなんか珍しいなっていう感じがいたしました。はい、パートナーさんが遊んでいらっしゃるなら一緒に遊びそうみたいな感じがいたしまして、はい、そういうような感じがいたします。そして僕も対人戦は苦手です。人と競うのは苦手なんですよね。そうなんです、人と僕は競いたくないんです。争いっていうか競い事が僕はもう超絶苦手なんです。ですので僕はリンさんと同じですよと言わせていただきます。そうです、そうです、僕はリンさんと同じで、対人戦のゲームとかはもう本当に無理です。無理だと思います。よく流行りで e スポーツとかはそういうのがあるじゃございませんか。 e スポーツとかにもう本当は e スポーツ興味あるんですよ。参加したいぐらい興味あるんですけれども、でも本当にそのもう対人戦が苦手ですから、競えないですからね。競えるゲームができないっていうことは e スポーツへの参加は無理っていうことでございますよ。でも e スポーツって憧れるなっていうのはあります。はい、そういうところでございまして、そうなんです。しかも某仮面アクションゲームっていうのがなんだか僕想像つきませんよ。某聖杯戦争、これはなんとなく、あ、聖杯戦争って言ったらアーサーさんとかが出てくるのかなとか思ったり、あれ違うのかな、聖杯戦争ってなると、あー、わからないな、やっぱりそれもわからないです。はい、あんまり僕もやっているのは某パズルゲームが主なんですよ。某超絶有名パズルゲーム、はい、まあでもここでも言っちゃっていいものはあります。はい、なあれはそうです、パズドラとかはやっております。はい、パズドラとかは、それはなぜかと言いますと、有限会社ジンコジンコでは、はい、パズル&ドラゴンズさんのショートアニメーションを作らせていただいておりましたから、そうなんです、そうなんです、ぜひともチェックしてみてください。タイトルはパズミ&ドラゴンズでございます。はい、ぜひともまだ YouTube で配信してますからね。はい、ですのでぜひともチェックチェックということを言わせていただきたいと思います。他にもパズルゲームやってます。実はパズルゲームって基本的には苦手なんですけれども、でもパズルなんかパズルスマホでゲームですと
パズルゲームがなんかやりやすい、そんな感じがしてパズルゲームをいっぱいやってます。そういうことでございまして、はい、いつかあれですよね、そうなんですよ、もっと僕が時間ができましたらゲームとか、もっとしてみておすすめのゲームとかもやってみたいですね。そんなような気はいたしました。ビンさんにも遊びやすいゲームをおすすめしたりと、そういう時が来ることを待ち望んでおります。そしてそして、はい、あとはアニメとか見るのも結構好きです。なんだかインドアの極みみたいなことになってますが、人と関わることが苦手なのでこうなるのも当然かもしれませんとのことでして、そのイメージが本当にございません。リンさんは人と関わるの苦手っていう感じがなんかしないんですよ。はい、それはなんででしょうね。なんででしょうか。不思議です、不思議です。でもその感覚が一緒なのはとってもとっても安心しましたから、僕も苦手です。苦手同士よろしくお願いいたします。どうかどうか、はい、そういうふうに思います。ですので、もうやっぱり、はい、そうなんですよ。あとアニメがお好きということでございまして、僕もアニメがすごい好きです。漫画もすごい好きです。ですからアニメ、はい、そうですね、いつかアニメについて語り合うっていう時もあっていいですよね。そうは思いました。最近ではあれですよ、僕あれ予約しちゃいました。はい、アカデミー賞を、はい、授与したっていうアニメーションを、そういうものを予約しちゃいましたっていうことでございまして、はい、もうそうしたこともちょっとありつつ、はい、もしもよろしければ、はい、リンさんのおすすめアニメも教えてくださいね。よろしくお願いいたしました。そしてそして、そうなんです、そうなんです。あとはやっぱりそうですね、もう人と関わることが苦手ということもいただきまして、同じっていうところがすごいすごい親近感があります。そして、はい、長文になってすみません。読むのしんどくなっちゃったりしないか心配ですが、頑張って読んでくれてありがとうございます。今日も一日リス君にとっていい日になりますようにとのことをいただけてますよ。あくまで最後はお気遣いの方、もう本当にそのお気遣いに頭が上がりません。やっぱりやっぱり。ですから、もう本当にリンさん、ありがとうございます。そしてそうなんですよ、人付き合いが苦手ということでございますから、本当にご無理はなさらないでくださいね。そうなんです。でも僕はリンさんからのお便りを待っちゃいます。はい、とってもとっても楽しいお便りでございまして、勉強にもなったお便りでございましたとのことでございまして、どうでございますか。もうこれで終わってもいいくらいですよね。でもまだ続くんですよ、まだ続きます、すみません。そして改めまして、かなでりんさん、お便りありがとうございます。僕はこれぐらいのボリュームがあっても全然ありだと思ってます。はい、やっぱりボリュームがある内容っていうのは、それだけ思いが、すごい熱い思いが伝わってきますからね。ですから僕はなんだかいっぱいいっぱい熱く語り合えて、とってもとっても幸せに感じますからね。そういうことを言わせていただきたいとは思いました。はい、とのことでございまして、
花出凛さんよりのお便りでございました。では行きましょうか、お次のコーナーに。お次は、はい、お便りコーナーではなくってお夕飯コーナーでございます。行きますよ。僕の昨日の夕飯は、アイスクリームのセットでございます。それというのもこちら、はい、もうこれ一緒に食べたわけじゃありませんよ。まず先に言わせていただきますが、これはもちろん別々に食べました。まずは最初にこっちのスイカの形をしているようなアイス、はい、それと今度その下にあるのはなんとレモンの果肉の入ったアイスクリームでございます。はい、もうまずはスイカの形のアイス、これを食べたところ、面白いですよね。なんか僕これ前に、本当は僕好きで前に食べたことがあったんですけども、なんかその時の印象よりもちょっと硬かったような気がいたします。それは冷凍の度合いが単純に硬かったからなのでございましょうか。ですよね、きっと。なんかちょっとカチコチっとしてて、ちょっとシャリシャリ系なんだなっていうのは思いました。はい、ほんのりシャリシャリ、はい、ほんのりシャリシャリなことによってすごい夏を感じましたね。すごい夏を、はい、もう夏先取りっていう感じです。そしてその下のレモンのアイスはもっとシャリシャリなんです。ですから食べる順番としてはスイカの方が先で正解でした。スイカの方の、はい、この棒が、はい、棒がまた平べったくて、そして大きくて、はい、ちょうどスプーンになるんですよ。ですのでこのスイカのアイスを食べきった後にその棒を使ってレモンのアイスを食べるっていう便利なことができちゃいました。そういうことでございまして、味わいはと申しますとやっぱり美味しい、はい、とっても美味しいです。スイカの方まずは、そしてその中に含まれている種となる部分のチョコが普通に種っぽく作られてるんですよ。わざと食感が種を噛んでいるような食感になってるんです。はい、それがすごいなって思いました。普通のチョコじゃないんですよ、わざと種っぽくしてるんです。ですのでその種感がよりスイカっぽさを感じさせてくれて、あー夏だ、夏先取りっていう感じになったっていう感じですかね。はい、そしてその下のこのレモンのアイス、これめちゃくちゃ酸っぱいですよと言わせていただきたいと思います。はい、これは僕ちょっと苦手な方かもしれません。ですがスイカの後に食べたので食べやすかったっていう ところはあります。そうなんです、もしも最初にレモンの方を食べていたらちょっとすごいジャリジャリ感、そして酸っぱいっていうことでちょっと抵抗があったかもしれません。でも美味しいは美味しいです。そしてやっぱりこれこそ夏先取り、それを言わせていただきたいと思います。すごい夏を先取りましたよ。本当に2つ食べたことによって寒くなりましたからね。はい、僕の体温が下がった感じがいたしまして、ですからこれは夏に食べるべき、真夏に食べるべきものということを言わせていただきたいとは思いました。はい、もう真夏のアイスでございますよ。まだちょっと時期が早かったっていうところを言わせていただきます。
とのことでして、昨日のお夕飯でございまして、はい、そういえばあの種入ってましたよ、レモンのアイス。種入ってていいんですか？種は取ってくれないんです。種を噛んだら苦味がありました。苦味がですので、種は取ってほしかったなっていうのはあります。はい、それぐらいですかね。どっちもどっちで美味しいです。はい、もうどっちも美味しいので、本当にあのジャリジャリ系のアイスが好きな方は、よりジャリジャリされたい方は、はい、レモンのアイスを、そしてシャキシャキな感じが好きな方はスイカアイスを食べていただけますといいなって思いましたよ。はい、そういうことでございまして、昨日のお夕飯でございました。ではでは行きましょうか。お次はお一言お便りコーナーに行きますね。じゃん、ペンネーム、サンピアさんよりいただきました。サンピアさん、どうしましょうか。もうニコ生で本日クマの放送があるのでございますが、なんとニコ生が、はい、メンテナンス中でございます。ですからサンピアさんにお会いできません。どうしたらいいんですか。もう本当にそこ思いましたよ。そこすごい思いました。ですのでサンピアさん、どうにかしてクマとコンタクトを取ってみてください。よろしくお願いいたします。そういうことでございまして、はい、サンピアさんありがとうございます。いつもいつも。どうしましょうかね。もうどうしたらいいんでしょうか。もしもよろしければ、お便りコーナーにいっぱいいっぱい投げちゃってください。それを言わせていただきたいと思います。はい、そういうことでございまして、改めましてサンピアさんからのお便り拝見したいと思います。じゃん。これは来ましたよ。これは来ました。はい、もう本当に、はい、もう僕のことでございますよ。僕のことで、はい、語尾には僕がつきます。語尾には僕が、はい、僕の動物的種類ですね。はい、僕は何の動物っていうのが語尾について、そして冒頭はもうこの見たまんまです。はい、見たまんま、どうぞ。お分かりになられました。かわいい、あーかわいい、それあーそっちになっちゃいますかね。そっちになっちゃうかな。じゃあちょっと違うんですよ。かわいいじゃないんです。じゃあ何かと言いますと、僕はマフラーとかしてて、ちょっと、はい、ちょっとなんて思います。マフラーとかが似合ってますよね。マフラーが似合ってて、はい、どんな感じでございますか。マフラーするのはほにゃほにゃ上級者、ほにゃほにゃ上級者。はい、どうです。その言い方でお分かりになられます。はい、ほにゃほにゃイズム、そんな番組ありましたよね。ほにゃほにゃイズム、どうです。それでなんとか出てきます。それでなんとか、そうなんです。僕は、はい、マフラーの似合うほにゃな感じでございますよね。もうそういうことでございます。はい、それを言ってくださいませ。それを、僕を見た感じで言ってくださいませ。そしたらもう出てくると思います。とのことでして、すみません、なんかドタバタと、もう本日超絶スペシャルになっちゃいましたので、行かせていただきたいと思います。サンピアさんのお一言よろしいですか。そ
それでは行きますよ。ではでは、サンピアさんよりの一言どうぞ。おしゃれリス。